それではまず冒頭に厚竹会長より発言がございます。よろしくお願いいたします。はい、えー、まあ、非常大変慌ただしい中ですけども、あの今日もあの大変多くの方にお集まりいただきました。ありがとうございます。えっ、ー、とですね、えー、まあ中央執行委員会の後のまあ定例記者会見ということでありますがあのご承知のようにですね、えー、本日はあ中央執行委員会それから中央党総員会持ち回りという形で。 えー、あらかじめ議案をですね、構成メンバーに送り、まあ、意見をもらい、えーまあ、最終的な確認をまたして、この場に臨んできているということであります。はいえー、まああの,今日のあの議案はですね、またあの後ほどの説明に詳しくは委ねたいと思いますが、えーまあ、どれも大事な内容でありますけれども、えー、私の方からはですね、えー、特にあの大きくは2点ですね。 春季生活闘争とそれから新型コロナウイルスの感染拡大阻止に伴う一連の問題についてこの2つにあの絞ってですね。あの触れておきたいと思います。まあ、このあの2つの点についてはですねえ。まあ、いずれもえ様々な形で。 えーまあ、集会をですね、まあ、デジタル集会に切り替えたということでありますとか、えー、あるいはあそのコロナウイルスに関わるところでのですね要請についても、ですね、まあ都度えー、まあ集会はもう文字通りデジタルでしたから、あの全くオープンな形でありましたし、要、え、請、ー、についてはですね、 えまあその後あのいわゆるぶら下がりということを含めてです、ね、あの説明もさせていただいていますので、あのそれぞれについてです、ね、まあ、特にあの強調しておきたいところを申し上げておきたいと思います。まず、春季生活闘争ですが、えー、まあこのあと、ね、えー、この要求の,です、ねえー、この集計の状況も含めて、説明をさせていただくことになろうかと思いますが。 えー、おとつい行いました戦術委員会ですね、でこれはあのいわゆる三役メンバーでありますが、えーまあ、これはあの実際にですね、えー、この顔を合わせて開催をしたわけでありますが、まあ一言で言いますとですね あの足元の,この新型コロナウイルスの問題がどのように影響を及ぼすのかということ、まあ、これはあの皆さん方もあの相当注目されて、えー、まあ心配も含めてです、ねえー、見ておられると思いますが、あの私は一言で言うとです、ね、目下のところの交渉状況、そしてまあ来週の第一の山場を控えてのです、ね、今、重要局面にありますが、まあ、そういったあの短期的な問題に左右をされることなく、 交渉は進んでいいいるとううふうに認識をしていますもちろん、えー、結果はあの来週でありますから、えー、予断を許さないことは事実でありますが、えー、戦術委員会でのです、ねえーまあ、雰囲気、えー、議論も踏まえて申し上げるならば、えー、そこはあのこれはこれそれはそれというところのです、ねまあ、けじめをつけながらのです、ねえー、交渉が行われていると。 いいう,ふうにあの見ていますえー、まあそのことはですねあのまあこれは要求の段階においてもですね、えー、まあコロナウイルス、まあ、あの今日ほどではないにしてもですねその状況はですね既、まあ、に見えていたわけでありますが、えー、ここ数年の要求動向とまあほぼ同じような ものを見て、状況を見て,取れることは見て取ることはできるのかなと、まあ、あのこれは特にあの賃上げのところについてでありますけどね、であのまたさらにです、ね、絶対水準、あの金額のところにこだわり持っていこうよであるとか、あるいはあの企業内の最低賃金、えー、まあこれをし,あのしっかりとやっぱり協定をしていこうというようなことについてもです、ね、まあ、これはまだあの把握の途中でありますけども、 一定程度構成組織も受け止めながらですね交渉を展開をしているとあのいうことではないかと思います。ただですねやっぱり問題なのはやっぱりここからだというふうに思っております。これはまあここ数年ですね底上げだということを強調してきております。そしてまあ連合の中で見ればですね中小のベアが大手を上回るとまああるいは いわゆるその非正規といわれる働き方の方々の時給がです、ね、正規のそれを上回ると、まあ、そういう姿があのこの実際に現れてきているんですがやはりです、ね、あの基本的にです、ね、その基盤がその厳しいところであればあるほどこの足元のです、ね、コロナウイルスの問題というのは これはあの影響がです、ね、どのように出てくるのかということは大変気が気でないということは事実だと思いますしたがってあの私ども政策要請をする中においてもこれの中小企業に対するです、ね、サポートこれを徹底してもらいたいということをです、ね、かなり強調してきています。こここれはあの政府がが、ね、どこまでしっかかりととと対策を打てるのかということが あの非常に今後のです、ねえー、賃金交渉、あるいはこのそれをもっと広げていかなきゃいけないということを我々強調していますから、まあ、そのことにです、ね、影響をです、ねえー、この回避する意味でも、やっぱり政府の対策がです、ね、あの非常にあの重たい意味を持つということではないかと思います。まあ、加えてです、ね、あの取引慣行の問題ですね、えー、やはりあのこういう時だからこそですね、 やっぱりその普段からの,この取引勧告の問題、まあ、これがですね、どう影響してしまうのか、それをどう防ぐのかということが問われるということではないかと思います。まあ、したがって、まあ、これはもちろん私どももこれまで以上にですね、アピールをしていかなければいけません、働きかけを強めていかなければいけません、まあ、そのことをやはり今後のですね、春季生活闘争のある意味ですね まあ大きなあの最大のポイントの一つとしてですね捉えていく必要があるというふうに思いますそしてあの2点目ですが新型コロナウイルスに関わるところの問題ですでこれはあのまあすでに先ほど申し上げたようにですね皆さん方にもあの一部報道もしていただいています26日の段階でですねこの政府の方針が出ておりましたし厚生労働大臣 それから経済産業大臣、国土交通大臣からの要請を経済3団体とともに受けるとい、まあ、った場がありましたので、えー、私ども連合の立場で,です、ね、えーまあ、感染拡大を阻止するという意味で,です、ね、その風邪の初期症状であっても休みが取れるようにすると、まあ、それはしかし、えー、この保証がなければいけませんねと。 い,うことでまあ、いわゆるその特別休暇ということでありますしそれはです、ね、いわゆるその非正規という形で働く方々も含めてです、ね、遜色のないようにそのしていく必要があるんだと、まあ、いうことをそこに合わせた経済産団体の皆さんにもそれを要請するような意味も含めて申し述べてきたところです。 で一方で、まあ、すぐその翌日ということですがあ安倍総理からですね、小中学校、高等学校、まあ、これ全校、休校を求めるという、まあ、大変、ある意味あの驚くようなです、ね、この要請が出されましたでそのことに伴ってのですね、政策要請これはあの、まあ、昨日ですね、朝官房長官にいたしましたので、まあ、詳しい内容はですね ご存じのとおりだと思いますしまた改めてあのお手元で見ていただければというふうに思います。で、またあのご質問もあろうかと思いますので、後ほど受けたいと思いますが、まあ、今申し上げたようにですね、このいわゆるパート勇気、派遣含めてですね、まあ、世の中でいうところの,その非正規の方々のみならず、 まあ私どもがあのかねてより問題意識を持っています曖昧な雇用まあフリーランスという言われ方もされますがそういった方々含めてですねえしっかりとした国の対応が図られることがあのなければならないというふうに思っていますでこれはまあ,あの申し上げるならばですねだから私ども常々ですねやっぱりそういったところに対するセーフティーネット をですね、しっかりと張らなきゃいかんということを言い続けてきたんだということだと思います。まあ、これはあのもう当面この、まあ、国として責任を持って対応していかなければならないと思いますが、まあ、これはあの振り返りも含めてこの平常時からですね多様な働き方の方々に対するセーフティーネットですねこれはまあ社会保険の適用ということはもちろんのこととして えー、そういったことをあのしっかりとです、ねまあ、の政策で、えー、作らなきゃいけない、そしてあの労働者性を明確にあのしていくということが、だからこそ必要なんだと、まあ、いうことを改めて今、あの強く感じていると、まあ、いうことを申し上げまして、私の方からの冒頭の一言とさせていただきますよろししくお願いいたします。 第6回中央執行委員会ですが、今、お手元にございますとおり、2020年度の連合の重点政策、その素案を提起し、ご確認を賜りました、併せて仕事の世界における暴力とハラスメント、その根絶に向けた条約、これ、早期批准が求められています、その取り組みの案をご確認賜りました。 現在のところ4月29日に予定をしております明で中央大会第91回の開催概要その4についてご確認をいただきました合わせて確認事項は1から11までということになっておりますのでそれぞれ確認を賜りたいとこのように思っておりますなお持ち回りの中央執行委員会は近年では大変珍しいことになっておりまして2011年の 東日本大震災の際には、中央執行委員会当日ということもありましたので、近年では持ち回りの開催、中央闘争委員会も含めまして、大変珍しい状況ということで申し上げておきたいというふうに思っております。私の方からは以上です。 続いて私の方から中央闘争委員会の確認事項につきましてご報告させていただきます緑色の表紙がついた紙とそれからグラフを1つ補足の資料としてお配りをしておりますので両方お手元にご用意いただければというふうに思いますはじめに本日の10時3月2日の10時段階の要求状況の集計を本日公表しておりますのでその状況につきましてご報告したいと思いますので 集計自体は、プレスリリース自体は4ページ目からになりますが、6ページまでお進みいただきまして、最初に7ページ目の散発要求状況についてご覧をいただきたいというふうに思います。 3月2日10時現在で集計の対象となっている組合は7267組合、このうち要求を提出した組合が3421組合で、具体的に賃金引き上げを要求した組合は3124組合となっております。でこの3124組合のうち、具体的な数字で集計をできる要求状況につきまして、6ページ目の一ズ賃金引き上げのところに集計結果を載せてございます。 番平均賃金では全体で2970組への結果になってございますが、定商込みの引き上げ額が8985円、引き上げ率は3.09%となっております。300人未満の中小組合につきましては、同じく額で8141円、率で3.22%となってございます。 それから真ん中の段、このうち具体的に賃上げが明確に分かる組合の集計でございますが、賃上げ分と書かれたところ、ご覧いただきたいと思いますけれども、全体では4086円、1.42%の引き上げ率、300人未満の中小組合につきましては39、3969円、1.58%の引き上げ率となってございます。 それからその下、丸2番、個別賃金方式でございますけれども、本年より新たに C 方式での集計を追加いたしました。C 方式というのは、下に中期ございますが、個別銘柄で引き上げ後の水準をいくらにするか要求する方式でございます。こちらには合計数の記載してございませんけれども、全体では、 のの組組合がこの個別賃金方式に取り組んでいいる状況となってございますさらに、こうした個別賃金や賃金表の書き換え、それから企業内債賃や初任給の引き上げなど、さまざまな賃金の水準にこだわって要求した組合数も、今回から新たに記載がございますが、今回の結果の中では、1909組合が、具体的に賃金の絶対額にこだわった要求をしたという結果になってございます。 それから7ページの上段、丸三番が有期短時間契約等の労働者の賃上げでございます。時給では過重平均で賃上げ額としては40.99円、平均時給参考値でございますが、1047円53円となってございます。月給につきましては、過重平均で7042円3.31%の引き上げ率となってございます。 それか丸四番がこれもあの今回初めて公表いたしますが企業内再陳定携 企業内最低賃金協定の要求状況でございます企業内最低賃金協定につきましては協定の書き換えを要求をした組合の集計となってございますのでご注意をいただければというふうに思います内容につきましては記載のとおりですがこちらもあの全体の集計で取り組んだ組合数につきましては942組合となってございます こうした要求状況を含めまして、緑どの愛紙の1ページ目以降に、持ち回りで確認をいたしました、本日の確認事項を記載をしてございます。1点のみご紹介させていただきたいのが、2ページ目4、ローマ数字4発のところに、今後の進め方がございまして、改めて、今時闘争に臨む基本的な態度を3点確認してございますので、そのこともご報告させていただければというふうに思います私からは以上です。 ありがととうございまますす読売新聞吉田と申します春闘についてお伺いしたいんですけれども、まあ、短期的な問題に左右されることなく、交渉は進んでいると、冒頭会長から発言ありました、ただまあきょうの今日もですね、あのちょっと政府としては、コロナウイルスの対策の一つとして、また隔離する政策も打ち出すという報道が出てたりですね。 相変わらずまあ影響はどんどん広がってきているという中で、まあ、あのクルーズ船を運営する企業の倒産も出てきていたりとか、まあ、どんどんこう経営者の心象というのは、あの統計で出てないものが多いにしても悪化していることが事実だと思うんですね、でそれでも短期的な問題に、本当に左右されることなく進んでいるのかどうかという、その肌感覚、まあ、本当なんですかという聞き方も失礼なんですが。 まさに肌感覚なんですがあの、まあ、繰り返しになりますけどおとついのです、ねえー、戦術委員会にあの出席してたメンバーのおー、まあ、顔,入れ顔色ですとかね、えーまあ、実際にやり取りとかあるいはあのおとついの戦術委員会の確認事項の議論でもですね、まあ、具体的に文言をですね、まあ、どういうふうにするのかという議論の中で、えーまあ、むしろ そ,そこはあのこれはこれそれはそれの冷静な、えー、議論状況を反映した表現にすべきだとい、まあ、ったあの内容もありましたんであの第一の山場に向けたところの議論状況はおおむねですよあの全部が全部かどうか分かりませんが、えーまあ、今申し上げたようなあの受け止めにあると、まあ、いうことです。 あのしかしです、ね、今あの、まあ、例でもおっしゃったようにです、ねまあ、そのクルーズ船を、ね、運営していた企業が破綻をしたとか要はです、ね、やっぱりその基盤がです、ね、あのしっかりしているところがやっぱりどうしても第一の山場をその編成しているところのグループなもんですからあの逆にです、ね、もうそこがこ,あのもうこけたらです、ね、これはもう本当に真っ逆さまみたいな話ですから。 そこは労使の自覚としてもですねこういう時だからこそきちんとした労使交渉に基づいて結果に結びつけていこうという感じは私はあのそこは明確にあると思ってます。しかしあの裏返して言えばやっぱり基盤がです、ね、相対的にはやっぱり少し弱いなというところはですねこの足元のこういった動きの影響をやっぱり受けやすいということは事実ですから。 まあしたがって、えー、この今後に向けてということでいえばです、ね、やっぱりそこは政府もあの十分に対策をです、ねえー、先手先手を打っていく必要があるとそのことがやっぱり今後の動向に大きく影響してくる左右していくということは間違いなくあるというふうに思ってます。 読売新聞の天野といいいまますすよろししくお願いいたします会長あの、昨年のです、ねえっと、10月から12月期までの GDP があのマイナスになっていましたけれども、政府はこの状況をあの緩やかな回復基調が今後も続くとあのしています。この政府の,その、まあ、認識をどのように思うかということがまず1点とで、こうした状況を、まあ、景気が悪化していると捉えるまあ政党を、い,まあ、いくつかの政党はですね、 減税まあ、消費税を含む減税を大幅な減税を施してあの、経済対策を打つべきだとする、まあ、国民民主党、例えば10兆円ですとか、れいわ新選組が消費税5%とかっていうことをやってますけれども、こうしたあの経済対策を掲げることをどういうふうに思うか、教えてください経済っていうのは、やっぱりこの波がありますんでね、まあ、経済学的にもこうコンドラチフの波だとか、いろいろありますよね。 であのしばらく続いたあの、まあ、景気の不要という、まあ、景気というトータルで見てです、ね、私どもは格差が開いているということはあの非常に問題視をしていますけどもトータルで見たところの、えーまあ、あ景気の不要感というのはです、ね、あのやっぱり下降局面にあの入っていくというふうにそこは見ざるを得なもともと米中のです、ね、貿易摩擦の問題も影を落としていましたから。 えまあ消費税のですねまあ反動減というようなことも含めてですねえその10、12月期がまあそういった数字の表れ方であったとこういうことだと思いますしえ加えてですねえまあこれは短期対応とはいえですねこれは全世界に広がっている話ですからえ新型コロナウイルスの影響も,もうこれもえ1、3月期はですね間違いなく出てくると。 いいうことだとだ思います、まあ、したがってあのその,そのお経済状況については私はそういうことを見,あのお見通しておくことが必要だというふうに思います、まあ、ただあの春季生活闘争の話をまあもう一度繰り返して言うならばです、ね、やっぱりそ,のそもそも20年来です、ね、積み重なったこの格差の拡大あるいはあのそのことも大きく影響して平均賃金が低下をしてきた。 えー、世界の賃金水準に比べて大きく遅れを取ってきた、まあ、これをどうやって取り返していくのかと、まあ、いうことがこの毎年の今の積み重ねですから、まあ、これをですね、えー、この堅持をしなきゃいけないということもこれも極めて大きなあの事実であります、えー、これもこけてしまうようであればですねこれはもう日本経済は世界の動きよりももっとひどくう下降曲線を描いてしまうと。 いそれとですね、まああの、そういった動向の中で、えー、経済対策、まあ、減税というような、あのそういったあの話もあるようですが、まあ、私あの、直接お聞きをしているわけでもありませんので、えーまあ、詳しくは分かりませんし、まあ、したがってあの直接、直接的に評価をするというわけにはいきませんが、まあ、しかし、あの今、対応すべきはですね、 私どもが要請しているようなことを含めてそこに大きく財源をですね投入をすることが喫緊の課題だと思いますあの税制の問題もですねこれは社会保障なり教育との関係を含めてこれもですねあの先送りができる課題ではありませんしたがってあの税項目全般にわたってですね将来世代にツケを回さないということを含めてしっかりと 先送りせず、この政策のです、ね、実現を図るべきだと思いますが、まあ、それは、そういう次元においてあの、しっかりとですね、この深掘りをしあの、具体的な内容を決めていくことが必要ではないかと思います。まず当面は,です、ねはあの、働く者、生活者の安心感を担保するために、これはあの相当の財源をです、ね、投入すべきだと。 まあいうことだと思います。 えと朝日新聞の吉田と申します,2点あります1点目が、えー、と先ほどフリーランスのお話がありました、えー、と現在の労働法制だとフリーランスをどうやって守ることができるのかというところについて、まあ、学者等もあのちょっと難しいのではないかということもあの言われている方もいますとどういった対策を施せば、まあ、こういった危機的な状況のときにフリーランスの方を守れるかということについて会長の見解をうた伺いたいと思います。で2点目はあの あのう、昨日ょうとあの連合であの新型コロナの,あの労働相談を開かれておりました、ここでどういったあの意見が出てきたか、それに対して、小遣い長はどのようなあの見解、どういったいことを感じられたのかということについて伺え、伺えればと思います、はいえー、とまず1点目なんですが、あのご指摘のように、ですねこれ、なかなかあの簡単な話じゃないと思います。し、えー、しかしですね これやはりこれはもう霞が関の官僚の皆さんがです、ね、もう知恵を絞ってです、ね、やっぱり対策を考えていただきたいと思いますし、えーまあ、あの間違いなく言えることはです、ね、あの当事者がです、ね、これも直,接直接的に今回の政府の施策によってです、ね、影響を受けているということをやっぱりその何らかの形で申し出ることも必要でしょう。 まあそして、えー、その方々をですね、えー、との契約関係を持っているいわば発注元ですかまあ私どもは本来それはもう労働者であり使用者であるっていうのが私どもの認識ですから、えー、そ,うそういうことで言えば、えー、使用者にあたる方々がですねやっぱりどういうその影響が出てるのかということを責任を持ってね、えー、この政府に対してその申告ができる。 でそれをその受け止めるそういう仕組みをですね作っていくことが必要なのではないのかなと思います、えーまあ、あの一筋縄ではいかないということだと思いますがですからまあ冒頭申し上げたように平常時からですねやっぱりしっかりとそのどういった対応であればそこは労働者性があるんだとしたがって労働者としての保護なりですね この社会保険のその問題もどうカバーできるのかみたいなことをですね。やっぱりそのしっかりと備えを作っておかないとまあこういうことになってしまうんだということではないのかなとあのいうふうに思いますそれからあの労働相談あの触れていただきましてありがとうございます。あの、昨日からですね。初めてで、明日はま line の形ということの受付なんですが。 まあこれも,あのものすごく殺到しているとあのいうことをあの私もつい先ほど、えー、聞きました、えーまあ、あの相談の特徴はですね、まあ、私どもが要請していることの内容にまさに応答するものかなとあのいうふうに思ってますやはりあの比較的ですから働き方としてです、ね、不安定であるとかですね 勇気、えーまあ、あるいはパートといった方々から相当、えー、相談が来ていると、まあ、いうことであの承知をしていますしあるいはその衛生面もです、ね、やはりそのマスクの着用ですとか、ね、あるいはその、えー、この手洗いとかです、ね、あのそれからあのアルコールですねその消毒そういった備えを 持ってほしいのにそれがあのこの要請をしてもなんか全然そのピンとこない経営者がいるとまあいう,ようなこともあの相談の中にはあるようです。えー、まあ私どもとしてですね。ですからまあまさに要請している最中ですから、えー、まあまさにその声を受け止めてこの要請をしているというようなことの対応でありますとかね。あるいはこれ当然その労使の中で使用者側がこういうことは対応してなきゃいかんと。 いうことについては、えー、まあそのことをですね、まあ、労働組名があるところであれば、その労働組名としっかり相談をして、えー、要請をしてもらいたいというような形での対応を図っているということです、もし補足があれば、またのちょうど、今ですか、はい。件数、申し上げておきますけど、あの昨日今日で、えー、っと200件、まあ、ざっくり200件の問い合わせ、相談に応答させていただきました。 ただ、着信は1300件ありますので、相当数が対応できていません。ただ、今、小遣い長からあったとおりで、休業保障、安全衛生、雇用関係、中にの個人事業主や使用者側からも問い合わせ、ご相談もありまして、大変幅広い中身になっていますから、連合のホームページに分析をしてです、ね、基本的な応答を掲載するなど、 幅広い皆さんにご覧いただけるような形にしたいというふうに思いますし、あの生データであの日々の生活の緊迫状況が伝わる中身ですから、与野党に向けてです、ね、政策対応につなげるように、あの今後ともあのつなげていきたいというふうに思います時事通信社の大塚です。の、え、のー、の話ですねあのこの要求まととめる ま基本的にあの前年から若干あの下がり気味ということでまあこれどうしてなのかという分析をあの教えてください。あともう一点そのコロナウイルスの話先ほどもありましたけどまあその結構その。 まあ今だと観光業とかですね特に悪化してますし、まあ、こういったその悪化がそのいろんな自粛モードもしくはあの政府の要請とかで広がる可能性があるということでその今の段階で例えばその3月下旬もしくはもう少し問題がつけば4月になるとさらに業況とかが悪化されてしていることが予想されてそうするとまああのこの第1弾以降のです、ね、春闘 ここへの影響がまあ避けられない可能性もありますが、この今後の話について、どのように見ているか、教えてください、はいえー、と少し繰り返しになるところはご容赦いただきたいと思いますけれども、えー、と1点目については、ですねあの私はもうここ数年の傾向とほぼ同様の,あの要求のお水準、あの今までのところですよ、うんだと思っています。まあ、確かにあの えー、この若干あの、金額としては下がっているということはあの事実なんですけども、えーまあ、もしあの、私のその言い方であの卒があったらまたあの補ってもらえればと思いますがあのどこがどうとかいうことの分析というよりも、まあ、全体感としては、まあ、ほぼここ数年と同じと、まあ、いうことの捉え方。 ではなないいかなと思っていますで2点目ですけども、まあ、これもあのちょっと繰り返しになりますけどそのあのおっしゃる通りですねここから先はあの相当にあのこれ状況を見極めつつ、まあ、それに加えてですねやはりこれはあの突発対応によるところの問題ですから政府としてです、ね、あの十分な対応を求めていきたい。 えと思いますしある意味、これはあの中小企業団体ともです、ねまあ、これからあの、えー、まあこれ予定していたあその内容ですけども、えー、協議をします、まあ、ある意味、手に手を取り合ってです、ねえー、政府に対してです、ねえー、しっかりと要求していこうと、まあ、いうことだと思っています。えー、したがってあのこれは元々 連合としての取り組みも最終集計は7月ということの中でですね、まあ、息の長い取り組みでありますけれども、えー、これは全体の,その春季生活闘争の取り組み自体もですね、えー、粘り強くやっていくことが必要だと思いますそういう中でやっぱり政府の対応がですねこれはもう日本社会全体にいかにその えー、この不安を与えずそれを回避していけるかと、まあ、いうことが問われていますから、まあ、そういった動きとともにですねこの春季生活闘争もしっかり取り組んでいきたいというふうに思っています日本経済新聞社の花田と申します2点お伺いしますまず1点目が最低賃金をめぐるところですあの今回生活闘争の放送で,あで初めてあの実学の目標を盛り込んだなど重点領域だとは思うんですけれども今日現時点でのこの要求状況をどう評価 あのされていいるかというとうころが1点で2点目があの先ほどあの全体感としては昨年並みとおっしゃいましたけれども個別に見ていくと金属労協さんの中間集計だと、まあ、若干金額を昨年と比べて8%ほど要求金額が下回っているで一方で今日は u え z e さんの方ですとパートの賃上げ率なんか過去最高を更新していると結構あの業種製造業やあのパートとか結構業種だったり雇用形態別にちょっと明暗というか濃淡あるのかなと思うのですがそのあたりの受け止めを教えてください。 最低賃金のところはです、ねあの、今回、ある意味、初めて力を入れてこう集計しているというところがありますんであので、ちょっとこれまでとの対比だとか、あるいはあの集計自体もです、ねまああの、正直言ってあの今日時点ということだと思いますので、えーと、まだその評価をするには難しいのかなというふうに思います。ただあの 要するに、まあ、そういう集計を今回、かなり本格的に初めてやっているよねということを含めてですね、えー、まあ全体感としてはその,、まあ、そのことをあのご指摘のように金額を含めて初めて掲げたということに呼応しているということの手応えはそれなりにはあると言えるかと思います。 それからあの昨年との対比でということで、まあ、確かにですからあの第1の山場に向けての現段階での集計状況はあのトータルで見れば、まあ、さっき申し上げたようなあのことだと思いますが、えーまあ、あ,のあれですね業種、業態ごとに見ればです、ね、そういったあの傾向あのまさにあの触れていただいたような。 まあそういうういい傾向はあるんだろうと思います。まあ、ですから、ここ数年の中でまあ今までまだそこまで行ってなかったねというところがえ従来よりも要求水準を上げてきているとまあいうことがある中で,ですねえ全体をこの平均するとまあここ数年の傾向とそんなに変わりがないと。 まあ、いうことだろうと思います。えー、ファクターの宮島です。あの、ここ1週間ぐらいの消費の落ち込みというのは未曾のものがあると思います。で、今は確かにレイオフも何もありませんけど、3月の下旬です。とか、あ廃止まあ、いわゆる休止工場のレイオフです。とか、あるいは雇い止めです。とか、私は未曾のことが起こる可能性があるし、そういうことについて。 悪い方のシナリオではどれぐらいの危機感を持っているのかそういう中で迎える春闘というのは本当その、これまでしっかり設けた会社のお金を出させるぐらいのです、ね、そういう要求をしませんと今は大丈夫だというけど必ずそういう状況が起こるんじゃないかと私は思うんですけど、まあ、あの会長の危機感というんですかね最悪の世界同時不況というようなこともすで、まあ、にもう世界のメディアで言われているわけなんですけどどういう危機感を持っておられるのか。 またそれに対して野党は私は弱いと思っているんですけどどその辺も含めてどうでしょうまああの危機感というのはどういうふうに表すものかというのはあの、まあ、その場その場であのいろんなことがあるんだろうと思いますがあの、まあ、これもまた繰り返しになりますけどね要するにあの第一の山場に向けてとていうところはそれなりにあの基盤がです、ね、これ相対的に言えば相当あるところなわけですよ。よ ですからあのまあこれまでもですねまあ内部留保がかなり積み重なっているよねといったお話もしてまいりましたあのやっぱり基盤が強いところこそですねやっぱりあの出すべきことは出さなきゃいけないとい、まあ、うことは間違いないと思いますので、えー、そこがあのまず大前提になると思いますただあの相対的に基盤がこの弱いところっていうのはあのおっしゃるとおり こここから先とといのは,これは大変なことだと思いますよ、まあ、したがってその基盤っていうのはですね、えー、ま,あまず第一の山場に向けてはですねその個別の労使の話し合いの中で結果を引き出すということでありますし、えー、今後あるいはその足元すでに要請していることを含めて言えば、えー、だからこそえ雇用保険という仕組みがあるんであると、まあ、いうことですし そこでカバーされない方々がかつてに比べると相当広がってしまっているということも事実ですからそこはやっぱり政府がですね、まあ、しっかりと政府のあるいはこの日本国という基盤のもとで,ですねこういうその危機対応をしっかりと図っていかなきゃいけないこれも出すべきを出すということに他ならない、えー、ととといいうことだと思います、えっと、労働者は近言いますけど2点お聞きしたいんですが。 2点目は、ですね、今日の春闘ではないんか、政治のことに関係してもいいですか。いいですか、あじゃあまず春闘の方。えー、っと、出るのは、司法方式ね、個別賃金の司法方式、これも初めてね、今年出た方式なんですが、具体的にね、具体的に中身というのは、まあ、例えば、産別でいけばいいですか、自動車ですか、あるいはジャムなんか入ってるんですかというのがその、まあ、この、 294組合の産別がどういう産別なのかということとそれからあとあのこの C 方式で30歳がないというのはねどういうことなのかなと、まあ、自動車なんかはもう30歳で要求してますしねじゃあも30歳で要求しているわけでこの C 方式で30歳がゼロっていうのはどうしてかなというのは知りたいということとそれからあと水準ですがこの,あの35歳で20えー 単純平均で26万過重平均均でで万重これはあれですか定床が入った B 方式というこの26万とかですね27万ってこれも要するに A 方式 B 方式ってもうオーバーラップするはねかあのね、関係なのでこの C 方式っていうのはね、A 方式なのか B 方式なのかねちょっとこのあたりが分かれば示してほしいこところとそれからあとですねこの確認事項のところでえー、っと。 1>, 1ページの一番下ですねあの、個別賃金方式や賃金表の書き換え、自社の賃金水準と連合方針や公正式という形で、で最後のところでその賃金水準にこだわるとあるんですが、ここでいうその賃金表の書き換えですよね、で賃金表の書き換えというのは、平均賃金の場合もです、ね、あの原資を取れば資格能力に応じて、ね、配分するわけで、これ賃金表の書き換えになるわけです。 そういうい中でこの個別賃金とそれから賃金表の活況をくるめていってねそれでえっと賃金水準の通勤これは今後のねあの数字でも使われるわけですからちょっとこの中身がね混同されているような感じもするんですがそのあたりのね何がどう違うのかというのをあの教えてほしいということとそれからあともしこれ初めて採用した C 方式ですがこれは今後ねここに登録している三別はこの上のある A 方式 B 方式みたいにね 現行水準をきっちり出してそれで要するにその引き上げ、えー、水準の、ね、引き上げ幅を出してそれで到達目標も、ね、するような意向を持っている、ね、ことなのかあるいは連合としてそういう、ね、方向をい、まあ、ってみればあの調整されていくのかどうか、ね、このあたりにちょっとお聞きしたいと思います。それからあと,あのちょっと政治の話で恐縮なんですが、まあ、あの昨日から問題になっている例の,あのコロナウイルスが特装の問題ですね。 これはまあ野党の方はもうは現行の、ね、特措でできるんだということをあの言っているのが多いんですがあ、まあ、言ってみればあの安倍さんの場合は、ね、2月まで遡って、ねえー、訴求させるんだということを言いながらです、ね、野党の方は現行でできるんだと言いながらあえてその特措を、ね、進歩を作ろうというあたりで,でしかも安倍さんの場合はです、ね、場合によれば12週間の間かなんかで早く それで非常事態宣言をね、発したいというのは以意向も表明されているわけですけれど、もしそういう形になればです、ね、労働運動から見ても、ですね集会結社というか言動についてね、影響が出てくるわけで、そのあたりについてね、まあ、言ってみればその、連合としてですね、そういうその特措法の改正と、さらに非常事態宣言を首相が言うということについてね、まあ、どう思われているのか、た、ま、ぶ、あ、来週の国会ごろから、ねまあ、大きい争点になってくると思いますけれども、もしできればですね、 会長の見解を聞きたいと思います、はい、あのじゃあその話を先に私の方でさせてもらって、あの前半の方はあは富田総務局長からあのお願いしたいと思うんですけどもあの、おっしゃる通りのところがあると思っていまして、あのまあ、こういう事態ですから、あのこれ、速やかな国会審議ということになっていくんでしょうが、あのさあ、さりながらですね、はい あのこれしっかりと慎重に審議をしあの、内容を詰めていってもらいたいというふうにもともと民主党政権のときにできたその特措法が想定していた新型インフルエンザとです、ね、今の足元の新型コロナウイルスですね、これはあのいわゆるその致死率含めてです、ね、あの同等のものということではないと思うんですよ。 あのむしろその今あのすでにある法律の方がかなりこれ致死率が高いえその強烈なそのウイルスということを想定してできたものだとあの承知してますんであの従ってあのご指摘あったようなところの,そのまあいわゆるその試験制限ですね えー、これはその政府が強権を発動できるっていうことをどこまでこの今の新型コロナウイルスとの対応で認めるのかっていうのはあのやはり慎重な審議を私は私どもとしては求めたいと思いますあまりあの短兵級にですねバタバタと粗雑に決められていい話ではないと思いますんでそこのところは慎重審議を求めておきたいと思います でまああのまあ、政府としてのです、ねまあ、姿勢をあのしっかりと打ち出すということはもちろん必要だと思いますが、まあ、一方で、私どもがです、ね、あの働く者の生活者として心の底から求めているのは、えー、連合としてすでに要請していた部分でありますんで、ね、あのでそこでまず毅然とした姿勢を、ね、あの示してもらいたいと。 あのやっぱり国庫負担含めてです、ね、相当の,です、ね、あの対処をしていただく必要があると思いますから、まあ、むしろそこのところを前面に出して、ね、あの政府としての姿勢を示してほしいなというのが実感です。 えっと、私の方からあの集計の内容についてすみません、あの多岐にわたられたご質問をいただいたので、もし足,らなかった足りなかったら、ちょっとまた後ほどご質問いただければというふうに思います。でまず、ですね今回の A 方式から C 方式まで含めて、えー、現時点でご報告をいただいている産別は非常に複数ございまして、えー、おっしゃられた自動車ジャムさんも入っておりますが、それ以外にも、えー、全体では10点。 10別ぐらいからご報告をいただいておりますのでそれらを合算した数字だというふうにご理解いただければというふうに思いますであくまでも産別からのご報告にを我々集計をしておりますので、えー、C 方式には今回は、えー、C 方式でのご報告がなかったというふうに受け止めておりますでもう一点、えー、と方式の違いが、えー、それぞれ要求の考え方や産別の要求方針に従って で個別賃金に対する要求の考え方がさまざまあるという,ふうなことをえ事前のヒアリングにお伺いした上で新たに司方式という集計の方法を作っておりますのでおっしゃられるような例えば、じゃあ、差別であのこの方式に変えなさいというようなことを私どもの方から、連合の方からあのそのことを直接的にあの要請をするようなことは今の段階では考えてはございません。 三別と言われたんですが、常にあの A 方式 B 方式の中で,ですね、三別の関税には実産別が入っているわけです。この C 方式っていうのは A 方式 B 方式の実産別以外に C 方式だけ実産別です。えっとですね、A B C 合わせて実産別で、はい、あのあ A B C 合わせて実産別、はい、朝日新聞小林と申します。えっと昨日の会長あの官邸の方を。 回られて、その主にその財政出動とかその労働方面での,、まあ、あの申し入れをされたと思うんですが、あのそもそもこういったの事態を招いたその政府の、まあ、感染症対策の,、まあ、あのこれまでの一連の対策について、どう評価されているのかというのをお尋ねしたいんですが、特にその水際対策としてあの、まあ、行って、あの徐々にその入国拒否の範囲を広げていっているんですが、 あの今日中国と韓国からのです、ねえー、来日の自,あの自粛を要請することもあの政府は決めまして、こういった政府の一連の対応について、評価をお願いいたしますまああのやっぱり評価っていうことでいうと、やっぱり一連のところをね、く、ま、ぐ、あ、った上であでしていく必要があると思うんで。 あ,のあんまり断定的に申し上げることはあの差し控えたいなと思いますただ、まああの、今の時点で確かにです、ね、あのクルーズ船の対応が、ね、本当に万全だったかというと、まあ、これはもう世の中でいろいろ言われているようなことというのは、まあ、私自身も感じるところはありますただ、まあ、全くこのイレギュラーの形でしたんで、ね、あのでそもそも、まあ、戦績があのイギリスでしたっけ でクルーズ船の運営会社もアメリカということでしたので、ねまあ、もっとこう、えー、一線仕切るような対応というのもありえたのかもしれませんけどね、まあ、しかし、あの異例の,その対応の中で、まあ、その都度その都度、えー、まあベストということでその時点で持っているあの知見によってです、ね、対応してきたことがあの今日の今の状況になっていると。 まあいうことでもあるんであんまりあの今の時点で,です、ねえーまあ、あの断定的なことはとりあえずこの場では控えておきたいと思っています。